パワフルプロ野球。というわけで今日も野球人生を歩んでいきましょう。ちなみに今回のパワープロってなんていうの、パワープロ2024、2025って呼ぶにはちょっと長くないって、普通にパワープロ2024でいいのかな、まだ2025年になってないから。で、練習、体力はまだあるからパワーでいこう。 C にしよう。当面の目標は3月16日。誰か来た。奥井か。何の日か知ってるな。どうせお前の誕生日だろ。カレーの日。おいらのことよく分かってんじゃねえか。これでもチームメイトのデータ見れば誕生日とか載ってんのかな。ああ、高級ブランドショップ、ショッピングモール、多分そうだよね。少し見てみますか、チームデータ。だって前回年齢見たからね。あ、そう、すぐなくね。これプレステ4なんで、丸が決定ボタンなんだけど、ちょっとね、プレステ5やってると、×が決定じゃないですか。そこら辺が、こう、入れ替わった時に、慣れないっていうね。プロフィールか。11月3日。なるほどね。全員なんて覚えてらんないかな、さすがに。まあ、最初はひたすら練習かな。まだまだ伸び盛りのはずなんで、適当だけど。校長、いやもう全然金使ってないから、もうすげえ増えてくんだけど。3月29日、今日は、お、開幕か。俺は開幕1軍になれなかったから2軍スタートだけど、そうだよね。ちょっとシステムでマイライフ設定を見てみると、ノーマルノーマルノーマル、ロックンがどうなってんのかちょっと見たいんだよな。ルール1、調子システム、オリジナル選手がドラフトに登場なし。転生 OB 選手とか出るんだ。じゃあ転生プロ選手、何が違うんだ。あ、実在選手が若返るんだ。へえ、なるほどね。で、なんかあんまり打ててないじゃないですか。まあ、打率だけ見るとそりゃさ4割とかあったからさ、普通に考えればいいんだけど、ちょっともうちょっと打ちたいよね。6番、これは2軍戦だよね。2軍戦読売ジャイアンツ。そうか、2軍戦は実況がないんだ。ガチで自分で実況しなきゃいけない。わ、そうだ、そう、こいつこんなんだったな、ちょっと忘れてたわ。行かれてるやつ。高橋優、スロースターターのうちにちょっと打ち崩したいな。いや、まずはヒット1本。いや、やっぱこれロックオンあんま効いてないな。サクスペとかだったらさ、多分ロックオンレベル2くらいあったからちょっとずれて、って5点入ってんだけど、点の取り合いだな。チャンス、あ、これはもう強振でいこう。チャンスの強さを見せてやるぜ。全然ダメだ。危ね危ね危ね。ドックオンがないと全然打てないんだな俺は。やっぱり入った、入ってねーし。三塁ランナーは無理か。2点、でも同点にしたよ。これはもうめちゃくちゃアピールだよ。チャンスに強いところ、しかももう1個ボール1個分くらいじゃん。ほらマジで、あの黄色いところに当たってるもん、フェンスの。2軍では大活躍だよ。池田くんとか言うと、あの6割打ってたけどね。カットボール、これだ。いやー、ダメでした。もう一回回ってくるね。3割3分3。こういうね、舐めた態度取ってるから打てないんだよこいつ。でも2打点についたか。これいけんじゃん。 OK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 。 なんかもうストレートだって分かれば
なんとかなる。しかもど真ん中だったしね、1号、まあ、これで打率は5割になったのか。そしてホームランもついて打点もついて延長に入って5打席目、打たれ強さ B、 これもちょっとねずらされると、155投げるんだ、球速みんな速いよね。ここは塁に出よう、ワンアウトだし、食らいついて、上がっちゃうな。こう打つ瞬間にねちょっとカーソルが動いちゃうんだよね、なんとなく。第6打席とかもう一発狙う。あー、ノーマルでこんだけ打てないってことはもう打率が上がってきたら本当にあと落ちる一方だね。練習するとか言って全くしてないからね。そういえば引き分け、まあ俺のおかげで引き分けになったようなもんだな。8回ツーラン、全然いいでしょ。ゲーム的に成績いいかって言われたらあんま良くないんだけど、満塁よく打ってくれたな。あと3歩、え、結構早くない？粘り逆境、チャンスメーカー下がった。あ、そうか、自分が出なきゃいけないのか。チャンスメーカーは対ストレート、このストレートしか打てねえかんな。まあまあ3打数1安打いいんじゃないですか。奥井くんも頑張ってんじゃん。頑張ったから寝よう。好調、あ、絶好調だったの。3月30日、今のうちにパワー強化、パワー強化。さあそして3月31日、そこそこの感覚で試合はあるね。相変わらず6番、これ相手の投手なんていうの、原樹里っていうの、ちょっと分かんないです。その2軍の選手なのか、そもそも1軍にいた選手がちょっと調整で2軍に落っこってきたのかとかが分かんないんだよね。もともと2軍の選手だったらもう絶望的だからな、分からないとか。さあ今日も打っていきましょう。お、原樹里抜け球か。これはちょっとね、ミートから強振に無理くり切り替えたから、あ、ストレート来るなって分かったんだけど、ちょっと反応速度が鈍かった。チャンス、チャンスはものにする。これだ、今のダメですか。結局チャンスものにできなかった。負けてるし、一本打っていくからいいんだよ。とりあえずあとは強気に攻めよう。 OK、 結構でもやっぱり真ん中に入ってくるね。ストレートもど真ん中に来たり、変化球来ても結局内から中に入ってきたりするから、今のは外から内に入ってきた感じか。2号、いいじゃんいいじゃん。だって2試合連続でホームラン打ってるってことだよ。こんな舐めた態度取ってるやつが。やっぱちょこっとずれると、そのちょこっと動かさなきゃいけないちょこっと具合に対応ができない。チャンス、え、これさホームラン打てばさ同点じゃん。見してやるよ、丸山翔、名前が一緒だ。あっ最悪だ、チャンスに打てない男になってしまった。ゲームセット、あ、俺で終わり。まあまあまあね、さすがにここで打てたら話ができすぎでしょう。6回2失点か、頑張ってますね原樹里さん。名前合ってるか分かんないけど、え、北村とかすごい、2回3回ホームラン打ってる。5打数2安打1本塁打1打数、全然いいでしょ。うわー、怒られちゃったよ。4回のチャンス、
うん、まあまあまあそうだよね。3歩から長いな。変わらない。あ、粘り打ちチャンス下がったわ。対左も下がった。2打数ノーヒット、まあしょうがないよね。お食いはそんなもんだ。いや、やっぱりミート上げた方がいいのかな。いやでもやっぱ C は欲しいよね。クリスタル練習しようとか、なんかクリスタルがマジでわからん。4月1日エイプリルフール、女の子。結局どっちでも声かけんのかい。こんにちはとか変だよ。どちら様ですか。はやと姪っ子コンのはや。人付き合いが苦手。寮で彼女に会った。クリスタル。え、どうしよう。なんかそろそろなんか寝てもいい気がするけどな。体力は高めに保っとこう。なんとなくだけど。そして4月2日今日は楽天戦。相変わらずの6番相手投手は林。お待たせいたしました。悲しい2軍の山手球場。2軍と1軍の扱いのさ、すごいね。現実もでもない。2軍の試合なかなか見に行こうとは。やばい、あ、やばい、ファウル。チャンスボールではあったらここちょっと下にずらさなきゃいけないっていうね。このちょっと具合がね、あ、こう、そうそう、このちょっとね、このちょっとの微妙なバットコントロールがねできないんだよ。今の球も惜しかった。こっちだから、でもストレートしか投げてきてないな。思ったら、いや、だいぶ離れてたかんな、パワープロは。マジでサクスペがね終了してしまったからね。対左 F だ。これも打てないのか。これ打てないのショックだな。今んとこ1安打も打ってないよね。やばい、ちょっとミート開いていこう。ここは抜けろ。俺の足じゃ無理だ、遅すぎる。ヘッドスライディングもないしな。4回は回ってくるでしょう。打率が3割切った。ここはピッチャーが変わったか。どうだ、よし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 。まあ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 、初球打ち。これはもう点を取るとかじゃなくて自分の打率を上げるためだけに打つ。3割3分3厘4の1か。ちょっとな。上田本日2ホーマー。中森5回被安打も勝利投手。5回投げ切ると勝利投手になる権利があるの。そういうところから分かってないからな。西武大谷とか。何大谷、全然関係ない大谷なんだろうけど。あと1本は打ってほしかった。トータルで見ればまあまあまあ最低ラインってとこだよね。一応1本上がってるけど、チャンスメーカーと左がめちゃくちゃ下がってくな。練習あるね。これもう1上がったんじゃん。上がんねえ。練習とは厳しいものだ。そんな簡単に強くはならない。これでギリか。調子が普通になってしまった。今のこの能力だと調子めちゃくちゃ重要だからな。調子に左右されると言っても過言ではない。調子が落ちてきたらもうミート打ちの徹底かな。そうすると西武戦某相手投手。さあ西武ライオンズ。山手球場ってずっと山手球場なのかな。一塁か。まあ2点取ってるからいいでしょう。よし、ミート打ちはまあまあまあって感じだな。これ2塁打いける。いや、足おっせえな本当に。あ、帰ってきた。全然自分のことしか見てなかったわ。でも打点ついたな。
成績的に言うと悪くないよね。だって今左にね映ってたけど、みんなの成績と比べると全然いいよ。むしろ主力だよ俺で。調子が普通でどれだけ持っていけるかだよね。やっぱ心なしか好調の時と比べてビートカーソルも小さい気がする。強振にした時のこれ無理だ。悩んだりやな、悩んだ期待できないからね、左バッターとはいえ。今のところ1点差か。山田で2軍でこの成績だったら1軍上がってもなんかすぐ落とされそうだな。これミート開こう、落ちろよ。よし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 。だって1軍行ったら守備ももっといいってことでしょ。やっぱちょっとセンターの反応とか悪い気がするもん、なんとなくだけど。ちょっと出だしがね遅い感じがする。チャンス、チャンスはミートで打てば返せる感じがするけどな。スプリット結構落ちるな、5あるからか。どうだ、そうだよね、もうセカンドの動きもあんま良くなかった。これ繋いでくれ。繋げられなかったか、まあ勝ったからいいけど。おお、3安打、3安打したんだ。あれ、唐川って昔からいる唐川のこと。2回無失点勝利投手、あれ先発崩れちゃったのか。あんまり試合の流れ細かく見てなかったからな。今自分のことで精一杯だから、他の人まで気にしてらんない。4打数3安打1打全然いいでしょ。これ猛打賞、チャンスをよく打ってくれた。チャンスが上がった。対ストレート、ほんとストレートしか打ってないからな。さあ寝よう、もうこのくらいになったら寝よう。ちょうど全開にならないくらいか。半分いくともう半分は回復しないよね。今はもう練習と試合ともうひたすらこれをやって積み重ねていくしかないから。でも5月くらいにうまくいけば、あれ、お、これあれだ、代打だ、最有力候補。いやでもさ、代打でもうピッて打たないといけないんだよね。これ1軍戦北海道日本ハム戦になってるけど、ちょっと相手投手とか見ても1軍なのかわからんかんな。山手球場だから2軍だわ。で結局日ハムって本拠地どこに移動したの。なんか変わったんだよね、いろいろ揉めて。これ打率4割なんだよ。あー、左 F カットボール、え、今のダメ、結構当たり的には良かった気がするんだけど、まあ、2軍の試合をやりつつ、まあ、1軍で呼ばれたりするのってか、そういう登録ってどうなってんの。なんかあれだよね、1軍登録したら、け、あ、ね、消したらなんか何日間上がれないとかあったような気がするんですけど、ルール的にどうなんでしょうか。これはちょっとだけ早かったか、チャンスボールだったんだけどな。これはどう、当たりが良すぎた。あ、これ多分1軍だったら取られてたよ。あいつ走ってんだけど大丈夫か。結構ギリだな、肩いいね、ノーバンできたよねセンターの人。これ打って反応早ければ取られてたよ。2軍だったから良かったっていう感じかな。さあそして誰もいないのであればとりあえずリードオフとして塁に出よう。そういうとこもちゃんと考えよう。押してくるな、154。ピッチャーのさ、ストレートのスピードめちゃくちゃレベル上がってるよね。何を語ってるんだって感じだけど、みんなこう2軍とかでも150バンバン超えてきてるし、昔本当にパワプロやり始めた時とかって150出ればもう早いって感じだからね。これは二塁、あ、勝手に行ったんだけど、あ、俺ちょ大丈夫か、危ねえな。走塁あれ自動なのこれ、
今まで自分で動かしてると思ったら動かしてなかったわ。さあ今日も猛ダッシュで行こう。風向きよし、通信うわ危ねえ。守備に助けられたな。あ、点取られてるわけに2点リードが。石川直也剛速球がおり、故障で抑えの座を落ちようと復帰後も球速が出ませんでしたっていうような感じでも149出るんだよ、すごくない？じゃあ全盛期何キロ出て、155とか出てたのかな。変化球になるとマジ打てねえわ。お、負けた、打たれた。石井和成劇的サヨナラ弾、福田パーフェクトリリーフ、やられたな今日は。まあでも自分の成績が良かったもん。11回ソロ、あ、何号とか乗らないんだろうって。一軍じゃないと乗らないのかな。自分の成績としてはね見れるけど、猛打賞先生だ。粘りチャンス、対左対ストレート、ストレートしか打ってない証拠だよね。でもまあまだまだだな、やっぱり。もう一回練習できるね。これ試合めちゃくちゃ活躍すると、まあ、やっぱり試合での経験点も多分いいだろうから。てかそこレベルが全部1だしね、あの練習レベルが。まあ、次くらいは寝るか。やっぱり何かするにしても1軍に行かないとね、ちょっと話にならないから。2軍にいる間はもうマジで練習だと、1軍もレギュラー定着するまではあれだよね、練習メインで行こう。ちょ、2軍の人たちのマジで誰が勝つ、その他設定だけ見よう。オプション設定って打撃、あ、ロックオンなしか、やっぱそうだよね。最近のパワープロはロックオン機能があるから、それに頼り切ってるとちょっときついよな。我妻サンダースって何、オリジナル。しかし俺は打率5割近いぞ。久保スローカーブ、チェンジアップ、結構あ打ちづらい球を放ってくるね。これでストレートか、違う、全球遅い球で来られた。一塁にいるか、まあ、1点取ってるからとりあえず塁を進めよう。まだワンアウトだし。いや変化球中心だな、変化球にも的絞る完全に。とかやったらストレートだったし、138キロです。そんなに速くはないね。でも緩急がもう半端ない、全然タイミングが取れないよ。あ、変わった、ササイ対左か、やってやろうじゃねえか。ウイスラフライって何、フライを打たせるってこと。もうちょっとよくわかんない特殊能力が増えていくかな。そう、結構変化球主体だね。いやちょっと悩んだ、やっぱ一瞬の遅れが命取りになって。あー打てん、マジで打てん今日は。もう一回、見せどころもないな、軽い球。いやー4タコ今日は。一軍への道のりが遠い、勝利に貢献。あんまりこう淡々とした試合だったんだな、きっと。投手戦だった、ヒットもそんなに多くないしね。和田1回そう、
ホームランをノーヒット下がった下がった全てが下がったよ。寝よう、こういう時は寝よう。もう疲れが溜まってるから良くないんだ。練習もしつつ、よし好調になった。ここからだ。4月中にはちょっと1軍に上がりたい。代打でもいいから使ってくれ。チャンス×だからな、俺自身が。で試合、浜口。もうこの山手球場、永遠の山手球場。対左打者 F だし、投手 FFF 対決、どっちが勝つか。雨降ってんやっけ、手元が滑ったか。嫉妬、変化球3種類持ってんの。チェンジアップね、マジで苦手。やっぱ遅い系はね、タイミングめちゃくちゃずらされるんだよな。からのさ、ストレート来られると、今回まあ、三遊間をうまく抜けてくれたけど、たまたまだからな。チャンス到来。ここは決めよう。一本打ってるし、好調だし、F とはいえ、バットが折れた。いや、無理だ。この微妙ゾーン、これ落ちるでしょ。うわー、なんとなく分かったけど、カーソルが合わせられなかった。チャンス潰したな。また監督に怒られる。高田なんて呼ぶ。俺もなんか紹介してほしいんだけど、自分これどう。走れ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 、無理だな。もう一回ちょっとダメ押しの一発を出したい。宮城球速安定、もうストレートしかもう打てる気しないよ。ストレートすら打ててないけど、4の1か今日は。まあまあまあ1点、7回無失点。おお、いいね早坂君。カラショウ、4の1。三振は避けてほしかった。トータルで見れば悪くない。また最低限だな、特に増減がない。ノーマルバットが折れちゃった。ありがとうございます。一軍に行ってこい。本当にあっさり戻ってきそうだな。暴れられないよ、こんな成績で。無理でしょ。僕よく来れたな。一軍は初めて。ベンチから代打の切り札。失敗を恐れずって、失敗したら落とされるんだろうどうせ。いろいろ分かった、経験値は。4月13。というわけで、まあ無事ね、一軍にとりあえず上がったっていう感じですね。本当の本当にとりあえず。もう絶対落ちる気しかしないんだけど。いやー、まあやっぱね、ロックオンに慣れてしまった末路ですよ、これが。今までちょっとね、ぬるいバッティングをやってきたツケがね、今来てる感じですけど。まあだってまだノーマルでしょ、これ。まあそんなわけで、ちょっとね、次回からは、では一軍の試合を、まあまずはね、代打からなんで、そんなに出番は多くないと思うんですけど、少ないチャンスをものにして、まあレギュラー定着できるよう、やっていきたいと思います。というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。